ご乗車ありがとうございます。どうも皆さん、こんにちは。ジャック RXY です。サイレン2実況プレイ。今回でパート41ということで、前回の続きからやっていきたいと思います。前回は清田暁子さんのシナリオをクリアしまして、かなえが持っていた包丁を手に入れて過去傷した結果、三上衆のお父さん三上竜兵が死んでしまったのはかなえが殺してしまったっていう事実が分かってしまいまして、でその中になぜか自分自身が、清田暁子自身が出てきて、でそれを知った途端に顔が急にかなえの顔になってどうかしちゃったみたいなので終わりました。でその続きはまだよく分かっていないので、この先分かるのかなとは思うんですけれども、今回は時間が結構戻りまして、貴船一子さんのこのシナリオの終了条件2をやっていきたいと思います。一応前回安倍総理のシナリオが解放されたんですけどね、今回はこのシナリオをやります。冥府だからあれだよね、鉄塔。これは飛ばします。鉄塔のエリアなのかな、違うか、遊園地のところか。あ、そうだね、そうだ、遊園地のところだ。いつき守ると闇島遊園から脱出。ちょっと待って、これ終了条件1になっちゃってる。ごめんなさい 間違えた カット。はい、戻ってまいりました。終了条件2でございますが、何？いやもう毎回毎回意味がわからない。石碑を全て破壊する、だって。あれか、回したやつだね。異世界へ続くために絵柄を合わせたやつを破壊するらしい。場所によっては官能詞で敵を操る必要があります。基本的にはどうやって壊すんだろ待ってくれ。やつらが溢れてくる。このままにしておけない。もうどうするの？いや、そうだよ、言いなさい。7つの鍵。そう、あれを壊せば元に戻るかもしれない。よくも理解できたもんだ。俺は利用されたのか。そういうことだね、いつきさん。そして怪我を負っているのかい？ちょっと怪我を負ってるみたいだね。まずはね、ちょっと詮索。これいつきさんいますね、いますね。3体だけかな、どうやら3体だけみたいだ。この人とこの人、この人は位置的に言うとあっちの方なのか。武器になるものを入手と言われましたけれども、多分、いつきも森に待てっていう指示できないじゃん。メガネが取れて凛々しくなってるし、あれは無理だな。官能詞で動かすか、それともこっちまで連れてきて倒すかのどっちかしかないな。こいつだ。官能詞で向こうの敵を倒してもらおうか。切れた。嘘だろ。そう、ちょ、バカ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 。早いな。ちょっと早かったね。どうしよう。じゃあこの人はどこにいるのかわかんないんだよな。じゃあこいつを
こいつを操ってみよう。あ、じゃあ、じゃあ、にゃー、どっかにいるんじゃない。あー、いたね。さあ、オッケー。弾ない、弾なくなっちゃった。弾が開けら、開ける、開ける、鍵がかかってる、うち鍵があるようだ。で、行くじゃん。武器になるものを入手。向こうに行かなきゃダメっぽいよな。もう一回こいつ操るか。ライトを消させて向こうに行かせる。で、戻る、戻るんじゃない、行く。これで OK か。わーお、最悪なことになってる。復活しちゃってる。あそこにいるんだね。美月さんいたいた。おい、はい、あなたはもう一回こいつをやってほしいんだけど。 OK、 やったぜ。で、消させて戻す。消えた。どこにいるかな。あ、でも大丈夫っぽいな。疲れちゃった。感応死すると疲れちゃうからね。でもこれで武器が手に入る。よし、ショベルとか手に入れた。でもこれどうやって、えい、お、オッケー、壊れた。行かないよね。反対側に近いがあるようだ。無理。ここにもあるっけ。そこにもあるな。オッケー、次だ。で、針を移動させる。何？え？おうおう、あ、いた。え？なんだあれ。急ごう、とりあえず。とにかく急いだ方がいいみたい。やつ移動してくるっぽいな。ちょっと一旦ここで様子を見ましょう。美月さん、そんな動き、おいおい、おい、たまらずおいと言ってしまったけど。あ、この子はこの位置。こいつはどこにいるんだ。これゴルフクラブ持ってるし、がっくりすぎない。開いてる。何があるんだろう。ゴルフクラブぐらいでしかないみたいだな。んで、次に向こうにいる彼を
これは移動させた方がいいのかもしれないね。こっちに行かせよう。はい、行こう。行くよ。疲れちゃった。やばい。あ、戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。帰る、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 帰る。間に合わないな。疲れ切ってる。これは難しい。これじゃダメだわ。殴りに行くしかないか。いや、厳しいものがある。ふっ。そうだよね、そうなるよね、そうなるよね。よし、次。はい、ですね、一回ちょっとやられちゃいまして、で、まあ、一応ここの石碑も破壊したら闇霊が出てきたので、それを多分死人に戦わせればいいんだと思います。キャット。ただ闇霊がいないという。ん、闇霊、今回ばかりは闇霊の力が必要だぞ。いた。あ、そっちにもいたか。まあいい、こっちは私がやる。あ、死んだ。今だ。銃は手に入れられる？手に入れられないようだね。死霊。3つね。あ、え、うっそん、あんなとこにいるんだけど。嘘でしょ、聞いてないって。それはそれは聞いてない。難しいカットです、さっきのところまで。戦ってる。行かない方がいい。はい、というわけで、まあ、戻ってまいりました。で、まあ、さっきの方向にあまり行かないようにした方がいいと思うので、行かないようにしながら、その調子だ。あともう一個はあっちにある。ただまあ自分の方にも火の粉が飛んでくるよね。うわ、見てる。ならばこの子に乗り移るしかないか。これ破壊するんだ。 OK だ。 OK。 ちょっと、いつきさんすごい邪魔なんですけど。あ、戦ってる。闇霊こっち来てる。よくバレてないね。まだ疲れてんのかよ。逃げよう。うわ、なんかいっぱい来たぞ。はっ。あと1個なんだ。そこを破壊すれば。あ、
えない。なんだよ、操作しづらすぎだろ。切れちゃった。え、まあ疲れちゃったし、あーもうめんどくさいな本当に。戻ってきちゃったし、やばばばばば、危ない。こうやって闇の流優先してくるの。はっ、オッケー、よし、壊したよ。これで全部。あ、え、なに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 、え、一応終わったけど消えなかったよ。はい、でも死ぬ量だけど、あれ三上家今と、え、飛んだの、逃げたの、飛んだの、何があったのよ。ごめん、もう大丈夫だよね。こんな状況で悪いけど、私他の人と一緒にいるの苦手なの。ちょっと待ってくれよ。私がどうやって無事だったか分かるよね。私人の心が読めるんだ。それで今まで嫌われてきたんだ。もっと強くなって、そんな化け物見るような目で見ないでよ。驚くことじゃないでしょ。なんなの、いつきさんの反応の方がイライラしてくるんだけど。はい、セーブします。なんであんなにオカルトオタクなのにさ、人の心が読めるとかいう言動には驚くんでしょうね。そこは分かりませんが、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。まあ木船一子さんは、あの冥府への鍵となる石碑を全部壊したのに、閉じたのか閉じてないのかさ分かんないんですけどそこぐらい教えてほしかったけど。でまあ木船さんはその後ここだね、あの鉄塔に向かったので、そこでまた何かあるんじゃないかなと思いました。で次回はどうしよう。一応今ね、長井頼朝のシナリオと安倍総司のシナリオの2つがやってないのかな。そうですね、そうなので、まあ時間的に安倍総司の方がいいかな。じゃあ次回はこの安倍総司のシナリオをやっていきたいと思います。というわけで以上、ジャックアレックスワイでした。ご視聴ありがとうございました。このサイレン2の実況プレイリストの URL が動画の概要欄にあります。パート1から気になったという方は、ぜひご覧になってみてください。またね、サブチャンネルとか、ブログとか、ツイッターの URL も動画の概要欄にありますので、もし気になったなーって思ったら見ていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。